化粧品メーカーの新商品発表会に女優の大塚寧々さんとお笑い芸人の椿鬼奴さんが登場この日が初共演だというお二人大塚さんに鬼奴にさんの印象を聞くと声がすごく好きで 素敵なすごい声で、あのー、酒やけんです。本当で、言ってますよ。でも、でもすごい素敵な声で、<laughs> なんか、声を聞いてると、安心するんです。本当ですか。はい、ただ、昨日は、ちょっと、お酒控えたので、えー、そうなんですよ。<laughs> 一応、美容系のイベントだわ、と思って、<laughs> ノンアルコールビールにしたんです,よんですね。<laughs> また、奇跡の五十二歳と呼ばれるほど、美しい肌を持つ大塚さん。 普段かかから行ってていいるととう意外なな美肌術をを明ししししままたた一人では変な顔したりとかしてます伸ばしたりなんかこう <laughs> ブーってやったりとかマスクがずれちゃう時とかあるじゃないですか、はい、そういう時もちょっと顔で頑張ってこうやって <laughs> <laughs> あでも私もやります <laughs> ちょっと鼻出して息吸って、うん、で人が来たと思うとわこうやって上に上げたりします。<laughs>